ややま作は、日本の政治家、元衆議院議員、参議院議員、日本社会党中央執行委員共選局長、衆議院石炭政策特別委員長、参議院社会労働委員長を務めた。岡山県津山市小下田に生まれる。津山商業学校を経て、1949年、中央大学法学部卒業、会計検査院事務官となる。 1951年に退職後、津山市議1期、岡山県議を2期経て、1962年の第6回参議院議員通常選挙で岡山県選挙区に出馬し、トップ当選。参議院社会労働委員長などを歴任し、2期、務めた。その後1976年の第34回衆議院議員総選挙に、黒田敏夫の後継として出馬し、当選した。 3年後の第35回選挙では時点で落選したが、翌年のハプニング解散による第36回選挙で復帰、3期務めた。その後1986年の第38回選挙に落選し、1988年春、政界を引退。日本社会党中央志向委員、共選局長、衆議院石炭対策特別委員長なども歴任。 その後は、市民運動家として、ライフワークでもある、日本原中屯地問題をはじめ、国鉄労働問題や、トマタダム反対運動、平和問題などに取り組み、救助を守る活動などご研派として、活躍。過去には平和、民主、革新の日本を目指す全国の会代表世話人等も、務めていた。2017年3月27日、遺願により死去。 津山市議会議員の金田敏久は総縦系にあたり、親族会代表も務めていた。新東京国際空港の一つも、共有地の名義人の一人であった。ありがとうございます。